ルのあそぼるです。当主同様です。はい、いよいよです。はい。天王山マンチェスターシティ VS アーセナルということで、今回はプレチャーあんまりやらないですけど、まあ、マッチプレビュー。これあんまやってないですね。やったことは昔あるけどね。たまにだけど最近全然やってません。こちらの試合、まあ本当に今季のリーグ優勝を占う超重要な一戦。まあ端的に言えばアーセナルが勝てば自力優勝可能、シティは引き分けを勝ち、引き分け以上ならば自力優勝可能ということで、まあこの結果が本当にリーグに左右されるんじゃないかと。そしてですね、まあ改めてでございますけれども、そんなマンチェスターシティ VS アーセナル天王さんですね、我々アベマさんにゲスト出演ということで呼んでいただきまして、試合開始までの数分、そしてハーフタイム、そして試合終わり、こちらの3つのね、タームでちょっとアベマさんのこのスタジオに出演させていただいて、今の感想であったりとか、まあ率直な思いとか、まあアーセナルシティの見どころみたいなところを語りたいなというふうに思っております。アベマベア爪痕残せるかわからないですけど、そうですね。まあしかし頑張ってやっていきたいですね。一応試合中はいつも通り配信をします。アベマさんのスタジオのちょっとまあ近くの控室をお借りしまして、いつも通り配信するので、まあ配信の感じはね、背景は違えどやるつもりだよと。ただまああらかじめ言っときます。多分スパチャとかは読めないかなっていう。あらかじめ言っときますね。まあ多分お互いも試合にこうじゃないですか。まあそんなマンチェスターシティ VS アーセナル、こちらの一戦をですね、まあちょっとマッチプレビューやっていこうと思っております。それでは行きましょう。ということで、まずはですね、アーセナル VS マンチェスターシティの歴史をちょっとまあ最初にかじっていこうかなっていうことで、通算成績こんな感じでございます。ババン。はい。アーセナル64勝、34分け、シティ37勝と。はい。まあということで、まあ通算成績ではアーセナルが勝ち越しているよと。まあアーセナルは古くから強くてシティはここに来てっていうところあるんで、まあ通算ではこうなっているんですが、直近見てみましょう。こちらでございます。アーセナル目線ですね。はい。アーセナルが負けてシティ勝ってるやつが赤と、アーセナル勝ったやつが緑なんですけれども、非常に我が軍苦しい状況。真っ赤じゃないですか。真っ赤ですよ。なんだこれ。直近勝ったのと 1920FA カップ。まあね、リーグではないっていう。リーグではないですね。まあリーグ戦でいうと11連敗中あります。同じ相手で11連敗するって1分けとかならまだしもよ。で、アーセナルが最後に勝ったのがですね、1516、第17節でございます。まだこの時はマンチェスターシティのエンブレムが生きり鳥だった時です。まあそうですね、ちょっと船から鳥になる前ですね。ビッグシックスの中でもここまでっていうのはないんじゃないかっていうぐらい非常に苦手としている状況。そうですね、引き分けすらも許さないぐらいのあれですから、これはなかなかないんじゃないかな。今シーズンで言えば、まあ、すでに2度対戦しております。1つ目が FA カップ、第4回戦でございますね。こちら、エティハードスタジアムで行われた一戦でございます。まあ、明けの、まあ、ちょっとコントロールショットで、そうですね。試合が終わったと。そんなにガチガチで強度っていう感じもなく、なんかまあ、6、7割ぐらいで、お互いを試す感じの。FA カップ4回戦ぐらいの感じ。そうだね。ありまして、まあ、その直後ですね、エミレーツで戦いました。この時1対3でシティが勝利と。なるほど。まあ、冨安のミスを見逃さないデブライネの一発、サカの PK で追いつくも、グリーリッシュ弾、そしてハーランド弾でシティが勝ち越しと。懐かしいですね。こちらがありまして、なんかここもね、天王山なんて言われておりましたけれども、まあ、時期的にはこっちの方が天王山やね。まあ、ここまでもつれたな、この間ね、アーセナル戦あってから。そうだね。まあ、もつれながらも、必死に耐えてましたね。いや、本当に。まあ現在の勝ち点差はこんな感じと、ババンと。アーセナルが勝ち75、シティが70でございます。ただですね、シティが2試合少ないわけでございます。消化試合が少ないので、その消化試合少ない分、やれてなかった分2勝したら、76でシティが。まあ1位になる可能性もあると。なるほど、理論上1位ですね。そうですね。アーセナルに勝った場合、他の試合で1分け1敗が許される。まあそれぐらいですね。めっちゃいけるやん。めちゃくちゃいける。まあ美味しい状況。美味しいわこれや。アーセナルが勝てば33で78で31で70なので、まあ暫定的にプラス2ポイントかな。シティが全勝した上でもまだ2ポイント上の状況。ああなるほどな。勝ってもでも。まだまだ分かんない。まだまだ分かんない状況。引き分けの場合、アーセナルが33で76、シティが31で71なので、全勝したら77と、1ポイント差で回るという状況で、本当にシンプル。アーセナル勝てばアーセナルが首位を、そしてシティが引き分け一緒だったらシティがっていうわけで、これこそまさに天王山。天王山だけどね、シティはちょっと有利をね、ホームだし、引き分け以上ならまあまあ OK っていう条件なんで、だいぶ有利な条件かな。ということでですね、ここからは本題ということで、各クラブの議論点、懸念点、勝負点、こういうところを話していこうかなと思うんですけれども、まずはマンチェスターシティ、いかがでしょう。まずは懸念点ではありますけども、アケどうなん？こちらですね。アケいるのいないの問題。ここがね、なんか明確ないい感じのソースもあまり転がってこず。そうですね。バイエルン戦、セカンドレグでちょっとハムっぽい感じかな。ハムっぽいですね。感じを痛めて途中交代したアケでございますけれども、週末の FA カップにはおらず。ただ、報道によれば意外と軽い、可能性もある、間に合う可能性もあるみたいな、正直かけちゃいけない選手であるにもかかわらず、いない可能性がある。そうですね。そこを務める可能性があるのがラポルトです。他の相手なら別にまだいいのよ。ただアーセナルにことアーセナルにおいては、右サイドにサカがいる。これが一番嫌なところで、そこのマッチアップ、ラポルトできますか。実際ね、FA カップ、そしてリーグ戦ともにアケがね完封したっていう、サカ相手にうまくやれてたなっていう印象も相まって、ここがサイドのネックではあるかなというところもあります。他にちょっと気になるところがありますか。気になるところで言うと、シティ側はどういうフォーメーションで入ってくるのかっていうところですけども、ベーシックに最近やってるストーンズがインサイド入ってくる、偽サイドバックにしろ偽センターバックにしろやってくると思いますけども、それでいってほしいなっていう。なるほどね。下手に自作に行かずにそれだけはしないでって、逆にそれができたらもう正直不安定そんなないんですよ。完全に CL 見て自信がついた。なるほどね。自分たちのサッカーできればどこにも負けねえだろうな、勝ちうるっていうところあるんで、勝つね。大得意アーサルなんで、やっと勝てるかな。なるほどね。だからアケいるかいないかでこの平穏が崩される可能性ありますけれども、いたらもう負けねえよと。90%、99%勝つよ。そこまで言い切れます。1%引き分け、負けはありえない。あとは勝負点の話で言ったら、一番スタメンで予想がつかないのはベルナルド、オアマフレズ、どっちを右ウィングで使ってくるかなっていうところ。全体的にプレッシングがね、偏ってちょっと空くスペースをベルナルドが埋めてくれたりっていうところはあるので、個人的にはベルナルドの方が心の平穏はあるかな。なるほどね。少なくとも勝ち筋よりも負け筋を消すという意味でも、そういうことです。基本的にアケがいるかいないかで変わるとはいえ、圧倒的自信がある伊藤君ということで間違いはない。自信はある、やれるでしょう。なるほど。対してどうすか、すくぶる不安な亮君でございます。直近のね成績は振るわないだけに改善点あると思いますけど、そうですね。まずは議論点一つ目、センターバックどうするの問題。サリバが戻ってこないことが確定していると。99% いないと。だからチェルシー戦も欠場、なんならもう今シーズン帰ってこないかもしれないっていう。実際ですね、この3戦も点を取ってるんですよ。確かにね、2点2点3点と今作点取ってるんですけども、失点してるんですよ、2点2点3点と。そこなので CB 陣に手こ入れしてくるのか問題。ここはもう相当配信でも話しましたけれども、界隈でも結構話題になってますよね。言われてますね、ファンの間でも。パターン B、 ベン・ホワイトを CB に移動、パーティーを右サイドバックに入れてジョルジーニョアンカー説、これも非常にあります。実際去年ね、ベン・ホワイトとマグリャンずっと2人で組んでましたっていうところがあるので、そこで、あとやっぱり一番でかいのはビルドアップの面ですね。ベン・ホワイトはホールディングよりもビルドアップ面で優れているので、そこのスムーズな攻撃とかマイボールの時間を増やすためにはやっぱりベン・ホワイトが CB の方が、まあそこはまあね、違和感はないよね、ベン・ホワイト CB 行くまではね。そうですね。ただこれの懸念ってやっぱりトマス・パーティーが真ん中にいないこと、まあこのパターンで行くんだったらジンチェンコのとこティアニーにして、うん、ジンチェンコロールをパーティーにやってもらって、うん、パーティーが中に入ってティアニー、マガリャン、ペン、ホワイトの 3CB でいくみたいな。まあこれね、うん、理論上一番今できる最強コードな気はするけどね、うんうん、そうだね、問題はやり慣れてなさ、やり慣れてなさにホールディングを使わないことによって、うん、守備固めホールディングができるよっていう利点はあります、はい、なんでこれも非常に面白そうだなっていうふうには思うんですけれども、はい、やるかやらないかで言ったらやらなそうだろうな、まあ純粋に、パーティー右サイドバックちらっと一回やったとはいえ熟練してないし、サカとねホワイトの関係、最近やっぱホワイトの点に絡んでますけど、そういったところが損なわれるっていう点とか、あとはまあ大一番、特にエティハドなんて中盤非常に中退しますから、はい、そこでこうジョルジージョの、パワーで大丈夫なのかとかなところありますけれども、なんか理論値で考えるんだったらそれは非常に面白そうだなと。まあやらないと思うんだけどね。やらないと思うけど、もしやってきたらちょっと面白いね。面白いなって思う。あ、こういうふうにくるんだ。こっちボール握れないと、シティが握るよと、こっち跳ね返すんだぜっていうんだったら、もうホールディングもバシッと入れて最初からもうなんだろう、ロースコアゲーを狙いに行く。いやーでもどうだろう、まあ、前回のねリーグ戦の対戦見る感じ、アーセナルだいぶ握ってくることには自信あると思うんだよ、ホームアウェイなしに。そうだね、ここで逆に何なんだろう、日和る方が怖いさもあるんで、個人的にはですね、ハーランドとホールディングのマッチアップが非常に怖いんですよね。サリバはそこそこ高いからうまくやれてたかな、あるんですけど、エフエタップかな、ホールディングが結構苦戦難しいよっていうのがあったんで、どちらにせよ、どのフォーメーションするにせよ、ハーランドはマガリャンが見なきゃいけないと思うんで、なるほどな、そこがどうなるかっていう、うちの CB で対抗できるのはもう多分マガリャンぐらいだけなんで、まあマガリャンで収まるかな、あの大砲を。逆にマガリャンで読んじゃったらもう誰でもいいじゃん、正直。まあね、できる最善ってかそうだと思うんで、そこのセンターバックの選択肢どうなるのかなって点と、2つ目にワントップどうするの理論、すなわちトロサールどうするのっていう、ジェズの得点力が期待値的にあんまり取れてないっていう点と、あとやっぱりここの3戦ね、ジェズがスタメンで出てて、逆に言うとトロサールがスタメンじゃない3戦なんですよね。トロサールをスタメンから外してから3引き分けと、まあトロサールが関係あるかどうかさておき、実際トロサールいることによってコーナーキックだったりとかチャンスメイクっていうところが増えるので、トロサールスタメンで未定用派もたくさんいらっしゃる。実際トロサールもできることめちゃくちゃ豊富だし、アシスト性能とか、そういったところと、あとはまあ決めきれ能力も、まあ何でしょう、決定力で言ったらジェズよりももしかしたら高いかもしれないっていう。ああそうかもね。個人的には、まあ、トロサールめっちゃ見たいんだけど、いやいやいやジェズスに逆襲させてあげようよっていう。もうストーリーとして完璧じゃんっていう。いやほんとね、彼もエティハドで長いこと戦ってきましたから。そうですよ、一番得意としてるよピッチで。確かにな、エミレーツより全然やってるしな、全然やってるよねっていう中で、今ね、まあそのシティでハーランド来ることによって、アーセナル2席と、でそのアーセナルに来てもう本当にチームを引っ張って、今やそのもう出てった1年目でそのシティに匹敵する順位で引っ張ってるわけでございますから、ここで「ようシティ久々だな」ぐらいで点取るのがもう一番ストーリーとして完璧だと思うんで、かつアルテタがやりそうなことを含めたらジェズスでいくんじゃないかなって僕は思ってますね。そうね、まあトップの話はねそうなるかもしれないけど、もしかしたら中盤にトロサールみたいな、これはジャカがいなかったらそうなりますね。これもちょっとね、俺これは怖えな、これでっていう。今ね、前節先日戦ジャカいなくてファビオ・ビエリアなんですけど、本当に早い段階でトロサール変わってね、強度というところと、あとまあ一人でのかわしとかそういうところを踏まえてトロサールのがいい場面があるんで、ジャカじゃなかったらトロサール入れて、でも相当アタッキングよね。ウーデゴ、トロサール、サカ、マルティーリ、ジェズスだからね。いやー、しかも揃い踏みよ、アンカー、ジョルジージョとかあるからね。そうよ。だからすなわち俺の結論、奇策なしベーシックで来ると。あ、そう、願いじゃなくて予想。予想ね。予想は多分変わらずいつものになるんじゃないかなっていうふうに思ってますね。なるほどね。トマスパーティーもラマダンが1000ぐらいで終わったかなっていうこともあって、今はまあいい補給できてるんですかね。まあちょっとパフォーマンスも上がってきてくれることを祈ってっていう感じですね。だからまあ言った通り懸念点疑問点でいうと、センターバックのメンバー、そうね、そしてセンターフォワードのチョイス、勝負点はアケがいなかったら坂がなんとかやってくれる。そこがね、最近言うても一人キレマシマシのマルテンリ、そうね、これで今季15ゴールかな、プレミアリーグ戦線でゴール決めてブラジル人最多タイに並んだっていうことがあって、そこら辺が入ってくるんじゃないかなっていう感じでございます。なるほど。はい、以上を踏まえましてスコア予想やっていこうかなと思ってたけれども、あなたはもういけます？うん、お自信を持ってかわいは。じゃあ伊藤さんからお願いします。ズバリ、はい。3-0シティです。うん。1点もやらん。よく見るやつ。1点もやらんぜ。エティハドでよく見るやつ。3-0鉄板スコア。よくやるやつですね。はい。いやー。スコアラーは？スコアラーはまあハーランドは1確定で、こういう時はね、まあグリーリッシュまた決めそうな感じあるんだよな。ビッグマッチャー。はい。あとロドリス。俺もね、なんかね分かったんだよね。ロドリいそうって思ったわ。なんかね、まあ去年のか、まあ最新号のギリギリのロドリ弾みたいなありましたね。あったし、まあなんかこういう時のロドリ仕上がってきてるんじゃないかなって。なるほどね。3対0。3対0。はい。私1対2アーセナル。もう勝つんだったらこれしかねえと思う。なるほど。クリーンシートは難しい。クリーンシートは無理じゃねえかなっていう、なんか意地があると思うんだよね。どういう形であれ1点は取ってきそう。確かにね、っていう形があって、かといって3点もむずいと思って、1対2アーサルが劇的勝利。スコアラーはリアルな話、サカとマルティネル絶対ここだろマジで。決めるんだな。リアルな話ってな感じですよ。いやー、もう大一番ですね。まあこの動画の雰囲気見る限りやはりわかる。シティとアーセナルのこのやきもき度の違い。まあね、にしてもシティで今季の中で本当に今最高潮ぐらいに調子いいんで、逆にアーセナル今最低潮ぐらい調子悪いんで、まあ結構そこのまあ前段階ではそうですね、違いますけど、ただもう負ける気はないですよ。当たりますけど、もう負けをね思いながら見るサポーターはいないんだし、もう本当に死ぬほど勝つ気で、とてつもなく勝つ気でいってほしいし、ただ先日戦ハム戦の感じで言ったら間違いなく負けっから。いやーでもね、間違いなく負けっから、そこだけは頼むわっていう。そうね、あんな感じでやってたらそう間違いなく負けてどころか前半でもう勝負終わる可能性もあるんで、そこだけはまあでもそういうガッチガチのアーセナルを倒したいね。倒して王者になりたいね。いい試合がね、いい試合できるようにね、感じですけれども、今回ですねあまりやりませんけれどもマッチプレビューやりました。改めてですけど、アベマさんにね今回出演させていただくということで、ぜひとも皆様試合中もですねアベマさんで見ていただけたら幸いでございます。よければチャンネル登録よろしくお願いします。各種 SNS チャンネル登録お願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイ。